土橋森重は、戦国時代の武将、西賀州の一人、土橋重隆の子、平治、若田雄、森重で広く知られるが、文書で確認できる意味名は、種継ぎ、属村上主弟に土橋重春。土橋氏は、木の国を代表する国人で、右大臣源、秋房の光栄と伝えている。静止家系大辞典では、 秋房の公栄山城主房中の四兵時代部、重兵は、二平年間に、越前国王の軍、土橋の里に移住し、土橋をし、花王元年の後白河法王の熊野美幸に愚部し、大和守に任じられ、上安二年越前より移住し、重兵の子時平は、後鳥羽上皇の熊野美幸に愚部した。明徳三年、時平九代の孫という若大部重春は、 伊藤軍学分路に披居し、茂春の子茂村は官僚を細川氏に仕え、茂村の子茂勝は、両細川氏の乱における、桂川の戦いで茂高の兄である嫡男茂種と、共に戦死した。このように、土橋氏は、西河州の中でも大きな地位を占めながら、根頃州の当主にも、一族を送り込むなど、かなりの勢力を有した。はじめ、 最下鈴木氏と共に、石山本願寺に協力して、織田信長と敵対、三好氏に援軍を送るなどしたが、天正5年3月に、鈴木氏と共に、信長に降伏した。しかし、織田氏への敵対姿勢を完全には崩さなかった、土橋氏と、比較的織田氏に標準的であった鈴木氏との間で、確執が発生し、鈴木氏との勢力争いに発展。 天正10年1月23日に、鈴木重秀によって森重は暴殺された。この殺害には、土橋はじめ門の名前も連なっており、単純に、鈴木氏と土橋氏の確執という問題とともに、土橋一族内での内紛の要素や、小田氏による、半小田勢力の駆逐計画も絡んでいたとされる。また、土橋氏の母大寺が浄土州西山派人である安楽寺であったことも、 明らかになっており、浄土宗を信じる土橋氏は一時危機に亡命していた、将軍、足利義明に交往する形で宗派の異なる、浄土真宗の最家鈴木氏と手を結んで戦っていたと、する説もあり、本願寺と織田氏の間で、和解の動きが出ると、本願寺の意向に従って戦ってきた鈴木氏と、義明の意向に従って戦ってきた土橋氏の間で、 意見の対立が生じたとする考えもある。本能寺の変が発生すると、小田氏の支援を受けられなくなった鈴木氏は、超速壁氏、猫の衆らの支援を受けた土橋勢に反撃されて、木を追われ、小牧長久手の戦いを経て、天正13年の橋場秀吉による奇襲征伐まで、土橋氏が、西河州の主導権を握ることとなる。竹内義信。 最下1期と最下1項1期 ISBN4 から 792405890P309 から310.319。ありがとうございます。